と思います。イエーイ、書いていきます。さっきの一部で2部にもあるよって方もねいらっしゃったのでよろしくお願いします。そう、発売記念インターネットサイン会ねということで、そう、対象商品を買っていただいたお客様にそうライブとかイベント行けないっていうね地方にお住まいの方にも生配信中にサインをお書きして商品と一緒にお届けしちゃうっていう企画なんですよ。これすごい。じゃあ行きますね。入ってきます。じゃあナッカーさん、トップバッターナッカーさん、ナッカーさん、いつも仕事で辛い時もなぎちゃんの笑顔を可愛さに癒されて頑張ることができています。仕事辛いんですか。そう、でもそうだよね、ずっと楽しいお仕事なんてないよね。でもね、稽古も今キスバイエイトしてるので、稽古も舞台もね来てくださるみたいなので、なんか舞台が舞台じゃないお仕事頑張ってください。ありがとねー。くしゃみです。ジニーさん、うん、ありがとう。トップバッターはナッカーさんでした。スクショできてたかな、ナッカーさん。トップバッターってね、ちょっと油断しがちよね。次、コミちゃん。コミちゃん、ありがとう。キレキレオンダンスかっこいいね。この曲で紅白出場だ。紅白ね、出れるといいですね。目標ですよね、でも。この曲で紅白に出たいっていう、去年は出れなかったので出れるように頑張りましょうね。コミちゃんありがとう。ゴーくん、ゴーくん、あ、ゴーくん、あれ一部あった気がする。今日のお昼は、あ、早速今さっきね卵サンドを食べてきました。差し入れにカヌレがあって、そう、お代理がねカヌレめちゃくちゃ好きなので一緒にカヌレだってなってました。ゴーくんありがとう。卵サンド食べたよ、昼は。あ、また K2K2 さんだ。暗号の人、暗号、本当にね、誰なんでしょうこの子、この人は、この方 K2 さんありがとう。オンラインでも来てくださってるのかな、もしかして。ありがとね K2 さん。次、はなちゃん、はなちゃん頑張ってください、ありがとうございます。申し込めばよかったな。あ、本当。でもね、確かに私もこれ初めてやるのでどういう雰囲気かわかんないよね。こんな感じみたいなので、もし次があったらぜひ申し込んでみてください。はなちゃんありがとね。はなはな、また会いたい。はなちゃん、次はね、りょうさん。りゅうっていう漢字なんですけど、りょうって読むんだね。りゅうじゃないんだ。なんだろう、最近でも勝浦に行ったので、へぇ、その漢字が難しい。勝浦めっちゃ食べ物美味しくて、そう、なんかチャリも濃いで、なんか勝浦いいところっていう、今千葉県の中に勝浦が熱い。りょうさん、ありがとう。りょうさんもありがとうございます、来てくれて。美味しいものいっぱい、大好きで。じゃーん、ありがとう。次、セッキーさん。ね、シングル選抜もありがとうございます。無事入れました。選抜常連に なれるようにね。もうセッキーさんの応援が必要です。はい。セッキーさん。お、残念少女もね、ユニット、そうそう、愛しきナターシャと全然違う私見れるので、B の初日もぜひね、2回目も見てね。ありがとう、セッキー。あ、セッキーありがとうだって。セッキー。次は、あ、スターフラッシュだ。スターフラッシュ。スターフラッシュ、昨日ぶり。来てくれた。来てくれたっていうか、名前があって嬉しい。これからも応援します。してください。一緒に上に行きましょう。読み上げ禁止
書いてある。スターフラッシュありがとうね。読み上げ研修受ける、次天然たけしさん。天然たけし、天然なんですかたけしさん。天然。2年前のツーショット写真は全敗だったけど、今回初めてサインが当選しました。そうなの。すごい、私のこと思って泣いちゃったらしいです。またいつか東北へライブに来てくださいね。ねえ、チームメイトツアー終わっちゃったんで、なかなか地方に行く機会も減っちゃったので、東北でライブしたい、イベントもしたいです。東北の方呼んでください。天然たけしさんありがとうございます。イエイイエイ。次はタクちゃん。あ、タクちゃん、タクちゃん先発復帰おめでとう。歌番組でいっぱい見れると思うと嬉しいよ。本当見つけてくださいね、絶対。お、お話し会遊びに行くね、来てください。また話したい、タクちゃん。タクちゃんありがとうね、届きますように。次、カズマさん。カズマいますか今。毎日仕事疲れ癒してもらってます。でも皆さん仕事疲れてますね。ありがとう。あらね、会えるタイミングってあんま少ないのでね、今の時代直接会えるタイミング。7月30日のお話し会、誕生日の次の日にお話し会できる。え、嘘、お祝いするね。じゃあありがとうね、カズマさん、ありがとう。次、モカジさん。モカジさん、エリちゃん、ソロライブ、よかったよ、最高の。なるちゃんに声似てきた感じある。嘘、前にもなんかね、別の人に言われたんだよね、声似てるみたいな。似てるのかな。モカジさん、モカジさんいらっしゃいます？今スクショしてね。モカジありがとうね。これからもよろしくお願いします。国連パサラン、ありがとう。次はコウタイジさん。お坊さん、あ、お坊さんだ。そう、この方お坊さんで、そう、ひいなぎ推しの方なんですけど、この間お坊さんだからやっぱお寺にいるじゃないですか。お寺の案内をしてくれて、あのオンラインのお話し会でめちゃくちゃ楽しかったです。でもやっぱ移動するとね、電波悪くなっちゃうんで、あれなんですけど。そう、コウタイジさんありがとうね。じゃーん、ありがとう。ひなぎ、よかったね。次、リーター・クチョンさん。あ、さっきのクチョンさん、2回目じゃん、クチョンさん。クチョンさん、ナギ好き、ラブユー、ラブユー。ケント、クチョンさんね、このリー、リーター、クチョン、リー、リーターの文字が難しい。えりちゃん、お便り最初に最高でした。本当に歌声が素晴らしくて感動したよ。 MC はチェンの緊張感がすごく楽しかった、ありがとう。クチョンさん、ありがとう。リーター、クチョンさん、ありがとう。お便り最初に最高でした。歌声が素晴らしい。間違えた、待って、間違えた。ありがとう、代理サイトにまとめているように頑張ります。ありがとう、ケイト。ケント、ケント、ケントだった、ケント。すごいよね、いろんな国の人とさ、こうやって簡単にね、お話できたりするってすごいよね、普通に考えて。おじさん、あ、さっきも言った。クチョンさんありがとう。いるかわかんないけど、ありがとうございます。いつも応援ありがとう、ラブ。次、菊池ゆうたさん。ゆうたありがとう。いつも応援ありがとう。ゆうたさんもね、いるかな今。ありがとう、高尾寺、これからもよろしくね。ゆうたん、ありがとう。次、まさき。最近いろんなメディアでなぎちゃんを見れる機会が増えてきて嬉しいです。ありがとう。わがままを言えば、もう少し YouTube でなぎちゃんを見たいかな。いや、更新します。ちょっとね、近いうちに作りますね。てか、今もう作ってます。そう、ありがとう。イエーイ。
きありがとう。次、あ、ポムさんだ、ポムさん。一部ぶりです。話し会ね、ありがとうね。で、今サンリオの、そう言ったじゃないですか、ポムポムプリン持ってる方。今サンリオのキャラクター大賞っていうのやってるんですよ。それで私はいつもポチャッコに投票してます。よかったら皆さんポチャッコに投票してください。ポムポムプリンじゃないけど、ポムさんありがとうね。ポチャッコにいつも毎日投票してる。次は、あ、安則さん、ね、コーテンさんってさっき呼んじゃった安則さんです。安則さんありがとう。さあ、なぎちゃんは僕にとって生まれて初めての推しメンなんです。そうなの、初めての推しメン。じゃあ今は他にも推しメンがいるってことですか。安則さん、めいちゃんのおかげで今まで経験できなかった景色をたくさん見せてもらいました。いろんな景色見ましょう、これからも。ありがとうね、安則さん。次のランキングは間違いません。安則さんありがとう。バイバーイ。安則さんもね、いつも名前を間違えちゃうの、私すいません。で、次はあきらさん。あきらさんもさっき来てくれたんじゃない。なぎちゃんかわいい。ありがとうございます。今日もかわいかったら嬉しいです。あきらさん、ありがとう。あきらさん、キラキラキラ、名前は替え歌、キラキラキラ。次は札幌のウッシーさん。お、ウッシー、実はね、ウッシーっていうね、役名が、ね、あるんですよ、あの舞台で。ウッシー役っていう子がいるんですよ、実は。りょうさん、これりょうさん。ありがとう、りょうさん。札幌のウッシー。ありがとうね。大事にしてるんだよね。ウッシー、これからの活躍も期待してください。ありがとうね。じゃーん、ミシの敬語。次、ライオンハヤトさん。ハヤトさん、ありがとう。いつも楽しませてくださいライオン。私がライオンみたいって言ったのかな、これ。なんかそんな気がする。最近可愛さが際立ってます。髪色も似合ってます。ありがとう。楽しくゆったりとおしゃべりできるから大好きです。一番好きかも。デコ出し大人っぽいね。デコ出し、ああ、元カレってちょっとおでこ出てるかな。ライオンハヤト、ハヤト、ありがとう。ありがとうございます。ゆったり、ゆったりめのお話し会ね。そう、私はそんな感じです。次は小林さん、ありがとう。はい、じゃ続いて、アニちゃん選抜復帰おめでとう、嬉しい、ありがとうございます。次って書いてある、ありがとう。小林さん、ありがとうね。じゃじゃーん。次、ゆきおさん。ゆきお、元カレです。選抜チーム B 初日おめでとう、ありがとう。体調には気をつけて、気をつけてね。今は大事な時期なんで。ゆきお、ありがとうね。ありがとう。次はデイビッド、デイビッド、ハロー。久しぶり。1ヶ月前ぐらいに来てくれた。でもね、あの結構定期的に来てくださるデイビッドさんは、イギリスのね、そうイギリスでお家の中がめっちゃね、あのおしゃれなんですよ。すごいの。お家素敵ですよ。デイビッドいるかな今。デイビッド、ありがとう。Thank you。 素敵なお家に住んでます、デイビッドさんは。次はコーヒーミルさん。コーヒーミルいる？お、劇場で見ることができました。なんとこの方は B 公演を劇場公演で見たらしいですよ。頑張りますので、ありがとね。初日はなかなか当たらないって聞くので、コーヒーミルありがとね。はい、これからも夢を追い続けていきたいと思います。次、コルチェ
ドサンコナオキ、あ、ナオキさっきぶりじゃない？ナオキ、お、ミルさんいた、コーヒーミルいるドサンコナオキさんね、リミスタサイン会お疲れ様ね、お疲れ様、ドサンコとナオキマスが数年前から埼玉に住んでます。 あ、そうなの？選抜おめでとう、嬉しい、お、ありがとう、待てよ、ゴールデンウィークは対バンライブ、嬉しいです、お、これありがとう、大丈夫、ゴールデンウィークめちゃくちゃ充実してそう、この直樹は、楽しんでね、でも本当に事故とか合わないように気をつけてください、直樹ありがとうね、ありがとう。次、ドボンコンサート出演おめでとうございます。あ、そうそうそうだった、私ドボンで9位にランクインさせていただいて本当にありがとうございます。12位だと思ってたんですよ、でもめちゃくちゃ順位が上がっててびっくり、一桁、ありがとう山梨、ノリピーだ、ノリピーだ、ドボンライブ楽しみ、本当に。次、あ、石井光一さん、光一、光一さん、芝公園でのりちゃんを初めて見た時からファンになって6年になります。おお、すごい長い、ツアーの時からね応援してくださってる、嬉しい、衝撃を受けた可愛さにあ、いた、石井光一です、ありがとうね、スクショスクショ、ありがとう。次、ペギ、あ、ペギもさっきぶりじゃん、ペギペギ、元カレですのダンスはかっこいい、これからも活躍楽しみですね、いっぱい本当に活躍できるように頑張ります、皆さん応援よろしくお願いします、ペギありがとうね、ありがたいわ、ありがたいぜ、本当に毎日見てるのかな、でも次、ヒンプさん、今月誕生日、お、絶対やろう、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアヒンプさん、ハッピーバースデイトゥーユー、お誕生日おめでとう、ヒンプさんの誕生日です、皆さんコメントでお祝いを、次はアイリーン、アイリーン、前みたいに簡単に会えなくなっちゃって寂しいけど、そうだね、はい、受験生なの、ありがとう、いつまでも私のなぎなぎ中でいてください、アイリーンありがとうね、ありがとう、次、あ、なおさん、さっきぶり、なおさん、次、ゆきお、髪色ね、髪色も褒めてくださって本当にありがとうございます、なおさんありがとうね、ゆきおさん、これ楽しみに待っててください、見てるかな、ゆきお、次、おっくん、大塚まさゆきさん、おっくん、おっくん、じゃあ次、いきます、今日は今日の気分はどんな感じですか、よしよし、くん、よしか、えりちゃんが頑張っているので僕も頑張りますって、何頑張るの、よしよし、お疲れ様、お疲れ様ね、おっくん、ありがとう、ありがとう、頑張ってね、私も頑張るので、お、え、2連続おっくん来た、おっくん、またおっくんだよ、おっくん、連続おっくんです、続いて、あきもん、あきもんです、おっくん、おっくんはお昼何食べたんですかね、おばさん、おばさん、涙コロコロです、ほんと、おばさん、おいしくてよかった、ほんとによかったです、これからも練習と思える最高のアイドルです、おきぬ、次、お、ジュジュさん、あきもんさん、ジュジュさん、何しちゃったんですか、本当に、ありがとう、ジュジュさん、
大事にしてください絶対。今回のダンスは大変でしたか？足がね、足上がんなくて2サビになってくると、サビのそれが大変でした。結構腹筋使いますね、あれ。ジュジュありがとう。次、シュンボ。あ、シュンボ先ぶり。シュンボ。らしくてマイペース。でもイベントとかで頑張るときは、負けず嫌いな性格で、一生懸命すぎるほどで。あそこが好き？ありがとう。すごい的確な好きなところを言ってくださいました。シュンゴありがとうね。じゃーん。あ、いた、シュンゴさん。スクショしてね。ありがとう。選抜入りおめでとう。オッケー。次、あ、天球さん。天球さん。私を優しい気持ちにさせてくれる大切な存在です。優しい。でも天球さんはいつも優しいですよ。そう。じゃあ続いて、Thank you さん、いつもお仕事も本当お疲れ様です。ありがとね。Thank you さん、お仕事がね変わって大変って言ってました。次、ひでちゃん。ひでちゃん、お、グラビア全部見ました。ありがとうございます。コンプリートですか？夢の写真集に向けて、そう、写真集ね、出そうね、いつか。ひでちゃん、ありがとう。じゃあ、書いたよ。会おうね、山本で、絶対。次、ペンちゃん、コウジくん。あ、ペンちゃん、ペンちゃん、さっきグリーン。138億年ぶりのなぎちゃんのサインです。私、138億年前は生きてないです。なんで138億円したの？ありがとう。じゃーん。ペンちゃん、ペンちゃん、ありがとね。やばい。よし、サンちゃん、サンちゃん、ありがとう。いつもガオガオでいっちゃいましょう。今年はガオガオ継続していこうね。そうだね、電池切れにならないように、ついに動画まで行きます。ありがとう、さんちゃん。じゃあ次、じゅんいちさん。じゅんいち、髪色かわいい。舞台も楽しみ、稽古頑張って。土日も見に行く予定だよ。ありがとう、じゅんいちさん。いろんなお話あるので、好きなお話をね、あったらね、終わった、見終わったら教えてほしいです。ありがとう、じゅんいちさん。ちひろちゃん、あ、ちひろちゃん、久しぶり。ちひろちゃんもお昼食べた？難しいだって、確かに難しいね。次、りんかちゃん。舞台もね、そう、楽しみにしていてください。ちひろちゃん、ありがとうね。バイバイ。しばふさん、次。しばふさん。元カレですと、元カレです関係を、なぎちゃんにリップしようと打ち込むと、元カレですと変換されてしまう。え、私も、あの、元カレって打つと、元カレって出るんですよ。なんでだろう。そんなカレーっていつも打ってるわけじゃないのに、同じ。ありがとう、リカちゃん。いつも伸ばすものを消してるんですよ。そう。スープカレー好きだよ、なぎ。ありがとうね、しばすさん。ありがとう。次、あ、メロンメロン。メロンメロン。ありがとう。イケメンなぎちゃん。そう、この方はね、私をイケメンって言うんですよ、いつも。イケメンみたいです。髪短くなったから、ね、確かにイケメン度落ちた。ありがとね、毎日好きを更新、限界が見えない。ありがとう、メロンさん、ありがとね。次は博多マリカタマン。お誕生日もね、引き続き本当におめでとうございます。誕生日
1年に1回しかないので誕生日は当たり前だけど、不思議の国のアリス帽子屋みたいに何でもない日をね祝うわけにもいかないので、はい、誕生日大切に過ごしてね、バリカタマン、ありがとね。はい、じゃあ次、あやかんちゃん、次はちーちゃん、あ、ちーちゃん、ありがとう、いつもありがとうございます。そう、お話し会もね、早くちーちゃんとお話ししたい、待ってる、ありがとうね、ちーちゃん。4月が社会人になったんですが、いつも存在助けられている、応援してます。次、たかき、たかき、社会人頑張ってね、1年目、2枚目です。そうだね、一部も来てくれてた、まさかもう一枚ゲットできるとは。最近なぎちゃんにすごく魅力を感じています。本当に嬉しい、うん、時折に見せる無邪気な笑顔も好きです。本当？あ、サン忘れてた。高木さん、ありがとうね、またお話しようね、バイバーイ。あ、ちーちゃんも録画作るね、待ってるね、録画。次、次、タダッチさん、タダッチ、えいちゃん、選抜入りおめでとう、公演も行きたいなね、これからね、新しいチームになって、もちろん、エイト公演もね、やってるので、A とか B かどっちか見に来てください。タダッチありがとう。よし、次、チロルことカネリンさん、あ、チロルさん、そう、チロルチョコの T シャツ着てるんですよ、この方いつも可愛い。チロルさんありがとうね、思えば iPad で抽選していた時代、ナギちゃんのサイン何連続も失敗してました。あ、当たんなかった。でも今回は絶対に、そう、絶対に今回は書いてもらえるので、そうね、わーい、来た、だって、そうそうそう、書きますよ、もちろん。カネリン、チロル、ありがとね、じゃーん。エリちゃん、お腹冷やすことするのが意外にびっくり。次、あ、シンカちゃん、そう、シンカちゃんはね、あの、今留学中なんですよ。だからちょっと日本にいないの、この子は頑張ってるのよ、留学して。しんかちゃん、会えなくて寂しい。練乳、そう、久しぶりだね。そう、時差すごいからお話しか一回も行けない。そうだね、髪色も褒めてくれて、日本帰ってきたら会おうね。しんかちゃん、ありがとう、頑張って。すごいね、留学してる人って本当にすごいと思う。次、あ、リーチさん、リーチさん、来てますか。チーム B 公演初日、まさかの最前列で、そう、めちゃくちゃリーチさんと目合ったなぎそう、リーチさんいると思って、そう、たくさん会うようになりましたね、本当に。北海道好き？ありがとうね、リーチー。お、ファイターズの試合見てるっぽい、今。まあ、楽しんでください。リーチー、ありがとう。野球観戦中か。あ、次、マサトさん。マサト。マサトさん。いらっしゃいます、今。マサト、ありがとうね。あ、いた、いるよ。ちゃんと届くと思うので飾ってね、どっかに。ありがとうね。次、ミルク猫さん、ニャンニャン猫ですか。みーちゃんの活躍、いつも元気と癒しをもらってます、ありがとう、頑張ります、これからも。ありがとう、ミルク猫、ニャンニャンミルク、ありがとう。髪色似合ってる、かわいい、ありがとうございます。なんかやすし、次、お、やすしさん、やすし先生おすすめのオカルト作品てか、最近なんかさ、見たいなって思ってるのが、オカルトっていうか、ちょっとサイコパスホラーなんですけど、死刑に至る病っていう作品を今ちょっと見たいなって思ってます。やすしさん、ありがとう。
次、芝野亀ちゃん。亀ちゃん。で、バツウッキーおめでとう。新チームでの活躍も楽しみにしてる。ありがとね。芝野亀ちゃん。ありがとう。じゃーん。亀ちゃん。すぐ次、北海道のカッキー。あ、カッキー、カッキーちょっと久しぶりかも。元気ですか？元気に過ごしてますか？バツウッキーおめでとう。おー、 MV 見てくれた。ありがとう。ハードな岩、かっこいい。なぎちゃん好きになりました。ありがとう。カッキーありがとね。北海道からいつもありがとう。よし、次はチューシーさん。チューシーありがとう。2022年の1年、平和で、平安で健康で楽しいことを祈ります。そうだね、楽しく過ごそうね、今年は。チューシーさん、体気をつけてね、本当にありがとう。あ、いた、チューシー、チューシー大事にしてね。あゆまるちゃん次。うん、あゆまる、昨日もたくさんお話ししたね。まあ、ありがとう。今日は何してるのかな。昨日のお話し会ぶり。そうですよ。仕事で、仕事で配信ありがとうね。これからもそう、いっぱい会いに来てね。いっぱい会おうね。ありがとう。あ、はーい、やって。ありがとうね。お仕事中だと同じだね。ありがとう。次はマーフィン。マーフィン、なぎかわいすぎ。私は日本国外に住んでいて、ネットサインクラブにしか参加できません。早くお話、お会いするために日本に行きたいです。日本来て。そうだよね、今時期は本当難しいと思うんですけど。マーフィン待ってますよ、私はいつでも待ってる。ありがとう、マーフィン。バイバイ。本当にたくさん、これからもずっと応援してるね。次、クッキーさん。クッキー、みーちゃん先発復帰おめでとう。ありがとう。ありがとう。どんな時も楽しむ気持ちを忘れないで。そうなんだよね、気負わずにこれからも頑張ってね。そうですね、クッキーも気を負いすぎず楽しく人生を生きましょう。クッキーありがとうね。じゃーん、先発ファイトで。次、ゆるん。あ、ゆるゆるん、ありがとう。ゆるん、こんにちは。昨日お話し会ありがとう。ありがとうね、来てくれて。ゆるんは絶対にそう、見てくれてそう。会いに行くことが難しい現状にあるので、オンラインイベント感謝してます。ありがとう、またいっぱいお話ししたい。ゆるん、ありがとうね。ゆるんさんね。次は、ていちゃん。かわいい、ていちゃん。ていちゃんって呼ばれてるのみんなから。頑張ります。ありがとう、森内さん。選抜の時もありがとう、祝ってくれて。元カレですの、なぎちゃん。すごくかっこよくて、もっと見たいです。ありがとう。ね、髪色も。ありがとうね。ていちゃん。バイバーイ。次、荒木かな。かなちゃん。かなちゃん、昨日。あ、昨日、あ、違う違う、昨日違うな、 B の初日に来てくれてた。ありがとう、かなちゃん。お仕事は大変ですか。ね、お互い頑張りましょうね。そう、さっき言う。ありがとうね、かなちゃん。公演イケメン天使でした。イケメン、ありがとう。イケイケです。お次、あ、ポムさん。ポムさんめちゃめちゃ来てくれる。ありがとうね。ありがとう、ポムさん。じゃあ続いて、リュウ。あ、ノーコメントだ。気になるな、リュウ。リュウザ8の舞台がありますね。どんな舞台になるか、そう、わからない。オセロ、ポム、ありがとう。最後まで頑張ります。ありがとう、リュウ、大事にしてね。芝生さん、芝生さんもね、ありがとう。
さんありがとうございます。本当に続いて、ボマ好きって書いてある。かわいい。ボマダンスの一番の見どころはサビです。サビのガッて出てくるところ。ありがとうね、しわすさん。2番の振りも好きなんだよな。ゆいゆいが一瞬センターになる踊り。のりさん、お、のりさん久しぶりに。のりさんありがとね。じゃーん、えにえにを応援しています。ありがとう。また私を聞きに来てください。次、お、しばふさん、のりさんを挟んでまたしばふさんです。ありがとうね。しばさん。続いてブルーグラス。芝生の絵描いてくれた。これね、文字数収まらないからさ、ちょっと書けないけど。しばさん。ありがとう。しばさん。よし、次。奥住なぎいちさん。奥住さん。元気ですか、奥住さん。みーちゃん、選抜おめでとう。ありがとうね。チームメイトがこれからもっと盛り上がっていることも祈っています。あ、ね、祈ってて、絶対。奥住さん、また会える日楽しみにしてます。ありがとうね。りょうにぃさん、りょうにぃさん、りょうにぃさんの番が来ましたよ。二度目のこんにちは。そうそう、さっきのね。選抜おめでとう。ありがとう。おし、一押しになってちょうど5年目だって。え、そう。嬉しい。ありがとう。お手本。うん、本当ダンス上手いですか。ありがとう。ヨニーさんありがとうね。アサメ化思い出す。これからも大前工程ラバンドピースの楽しく演技をしていく。次、サトシは給料泥棒。これからもよろしく。ね、給料泥棒っていうのは本当にインパクトが強いから。いいと思うよ。昨日のお話し会もね、来てくれてて本当にありがとう。はい、だって1位やな。給料でもね、お仕事しっかりしてるからそんなことないですよ。本当にいつもお疲れ様です。サトシありがとね。じゃあ大ケピーやな、ありがとう。これからも大ケピーやな。次、えんちゃん、えんちゃん。次は、ショートめちゃめちゃ似合ってるよ。嬉しい。ショートにしてね。もう結構ちょっと経ちますね。ありがとね。お話し会待ってます。えんちゃんいつもありがとう。お題に咲いたり最高でした。けいほかさん、けいほか、まだまだ2枚目だ、ほんとだ。また同じこと書いてある。好きすぎちゅきゅーって。ありがとう。けいほかさん。ありがとう。けいほか。ありがとう。さん、ゴールデンウィーク楽しんでますか？じゃあ、バイバーイ。次、アンドローラ。あ、アンドローラ。次、ももちゃん。あ、ももちゃん。ももちゃんもね、昨日いっぱい話した。ありがとう。B 書に一緒に来てて、そばかすのキスはそう2番がいいんですよ。B の曲で何が好きっていう話したんです昨日。ももちゃんありがとね。いいよね、そばかすのキス。タンポポのキスも好き。ありがとう。次、あ、クーホンだ、クーホン。クーホン。久しぶり。はい、続いて、なおなお。今回は漢字の名前だよ。あ、ほんとだ。韓国語じゃない。そっか、漢字か韓国語バージョンね。漢字の読み方は韓国の読み方だけど、韓国は一つの漢字は一つの読みだよ。だってそうなんだ。あ、パクとクンとホンってことだね。へえー、でも握手会でなんだよ、止まんなよ、また会いましょう。なるほどね。止まんなよはまた会いましょうって意味らしいです。次、くくんぽん。すごい分かりやすいね。なんかくんほんありがとう、止まんなよ。言い方合ってるかな。ありがとうね。
これからも応援し続けます。くんほん。次、芝生、あ、芝生さん、芝生さんめちゃめちゃある、ありがとう、よろしくお願いします。ありがとう、さとまぎさん。チーム B のカップリング曲やらかそうですが、最近プライベートでやらかしたことある？やらかしたこと、なんだろう、何やらかしたかな。最近なかなかお風、お風呂の栓をし忘れてお湯が流しっぱなしだったことがあったよ。それめちゃくちゃ悲しい。お水代、水道代がちょっとかさむね。やらかしたこと、なんだろう、最近でも4時とかまで起きてます私。それでいつも朝起きるときに、あ、やらかしたって思いながら朝起きます。ありがとう、しばすさん。コメントがボンですいません。そうかね、今朝も4時に寝て朝起きた、ね、めっちゃ眠かった。でも寝れないんですよね、なんか最近1回4時ぐらいまで起きちゃうと、まあ、それが続いちゃうんですよ、なんか。あ、カズギになっちゃった、間違った、カズキさんなのに、カズギになった。カズキさん、カズキさんいらっしゃいますか。レイちゃん選抜復帰おめでとう、ありがとう。よし、最後だよ、カズキさん。自分も頑張ろうと思わせてくれます、ありがとう、カズキさん。じゃーん、カズキありがとうね。よし、終わった。もうスルスルンと書き立てました。わあ、すごい、もう終わりだ。多分書き直しはないと、あ、ありそうです、あ、ない書き直しない。さっきはね、書き直しが2枚あったんですよ。そう、終わりです。じゃあ、初めてやったんですけど本当に楽しかったです。楽しい、ちょっと新感覚な感じで、はい、あんまコメントは読めなかったりするんですけど、書いてるからやっぱりね。でも良かったなと思います。じゃあランキングを読みたいと思います。じゃあいきます。13位、ナオティさん、ありがとうございます。12位はチップさん、ありがとうございます。11位はミルク猫さん、ありがとうございます。10位はモリリン1223さん、ありがとう。9位ジュジュさん、ありがとう。8位カネリン、シロルさん、ありがとうございます。7位シンさん、ありがとう。6位はあゆまるアットマーク、なぎちゃんの可愛さ右肩上がり、本当にもっと可愛くなれるように頑張ります、ありがとうね。次は、5位ポムポムオセロさん、ありがとう。そして4位国曜かっこ弱い人さん、ありがとうね。3位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとう。2位はしゅんごさん、ありがとう。1位はさんちゃんさん、ありがとうね。はい、以上になります。配信見てくださってありがとうございました。またね、次も選抜に入れたらインターネットサイン会もやると思うので、ぜひ皆さん応募してみてください。その時に、じゃあ本日はリミスタ AKB48 59枚目シングル元カレです、発売記念インターネットサイン会ご参加ご視聴いただきありがとうございました。はい、お疲れです、本当に。それでは以上、坂口渚でした。今日はありがとうございました。あ、5月7日もね、そう、未成仏物語のイベントやるので、来る方はね本当に楽しみましょうということで、バイバーイ。元カレですポーズ、これちゃっちゃの時ポーズ、バイバーイ。歌声、嬉しい、ボリューム3、お題に咲いたり、ボリューム3もあったら、ぜひ楽しみにしててね、ハリナ。ありがとう。はい、さようなら。ありがとうございました。